全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回はですね、こういうタイプですね。こういうタイプのコンパクトチェア、これはヘリノックスのチェアワンですけども、これの綺麗な片付け方、こちらを紹介したいと思います。正直ね、綺麗に、まあ、片付けなくてもバッグに入ればいいんですけど、せっかくなんでね、綺麗に片付ける方法を紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではですね、片付けていきます。まずはこの座面を外していくんですけども、つけるときは上からつけた方が楽なんですけど、外すときは下から外す方が楽です。下の方が力がいらないんですよ。で、下外しちゃえば上も簡単に外せます。で、このバッグを取って、フレームを解体していきます。で、フレーム、ここのこの真ん中に全部集めます。抜いて真ん中へ、抜いて真ん中へ。で、ここは長いパーツはこうね、さらに折って真ん中に、全部真ん中に集めます。こんな感じで全部真ん中に、全部真ん中に、全部真ん中に、全部真ん中に。で、2本のやつはこう、さらに折って真ん中に集めます。こんな感じで1つにまとめます。で、これなんですけども、まずはこんな感じで折ります。で、綺麗に半分に折るわけじゃなくて、ここ大体そうですね、10センチぐらい開けて折ります。で、さらにこれをこう3分割に叩きます。こんな感じですね。もう一回やりますよ。こう折ったものをこうこう、こんな感じで三つ折りにします。で、今回動画で見せやすくするために空中でやってますけど、別に地面に置いてやっていただいて大丈夫です。で、ここにこのフレームをここに置いて、こんな感じでくるくる巻いていきます。で、この状態にしてこのバッグに入れます。チェックを入れるんですけども、少しずつね、チャックを閉めていきます。中に中に入れて、入れ込んでこう入れると、こんな感じで綺麗にバッグにしまいました。で、一応ですね、今回はチェアワンでご紹介させていただきましたけども、基本的に類似品とかヘリノックスの他のチェアも同じような片付け方ができます。で、あと組み立て方の方もですね、一応動画出してますので、そちらもご覧ください。では、今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。